秀拳、藤沢周平作。つまらねえ真似はやめたらどうだ。揉み合っている男女の影に近づくと、長次郎はいきなり言った。越前屋でごちそうになった酒が酔いきれない屈託となって胸の中にしこっている。ありてえに言えば気持ちがひどく塞いでいたのだ。それで男の振る舞いが勘に触った。はじめは寄り添って和み合う若い男女と見た。それにふさわしいおぼろな春の月だった。浅い流れが音立てる渥美川も、それを挟んで西と東にそば立つ山も、煙ったような優しい光の中にある。女の小柄な体はすっぽりと男の胸の中に抱え込まれていた。長次郎がそう思ったのはごく自然だった。ところが不意に身をもがいた女の上げた声が長次郎の足を止めたのである。それは抗うというより哀願する声だったが、ひどく切迫した響きを伝えた。相手の男は無言だった。無言だったが動きはひどく荒っぽいものに変わっている。道に立ち止まった長次郎には気づいていない。両手を突っ張って胸の中から逃れようとする女を一旦は離した。思わずよろける女の片腕をつかんで、容赦もなくもう一度引き寄せると、片手を上げていきなり頬を殴った。いい加減往生しねえかい、この雨。ジタバタしても誰も来やしねえぜ。え？潮風が匂うような潰れた幅広い声は浜のものだと長次郎は思った。湯治宿が軒を並べる湯厚みと日本海の荒波と面付き合わせる貧しい漁村。浜厚みを合わせたのが宇州田川郡厚み村である。二つのあざを結んで真屋山海に源を発する厚み川が谷間を一直線に海まで流れ下る。湯厚みと浜厚みの間は歩いて四半時ほどの距離だから、浜の者は夕刻から夜にかけて湯治宿に浴びに来る。そういう男の一人だろうと長次郎は思った。長次郎が声をかけると、女は人が来たと知って、急に狂ったように身をもんで、男から逃れようとした。それをまるで感じないように腕を押さえたまま、男が、お前は誰だ？おや？人形作りか？と言った。月の光で初めて男の顔が目立った。潮に焼けて、なめしたように黒い馬面に武将髭と濁った目が荒々しい。中年の大男だった。長次郎には見覚えがなかった。馬面を歪めて男は歯をむき出して笑った。いいところで邪魔するんじゃねえぜ、人形や。そうはいかないよ。と長次郎は油断のない目で男を睨みながら言った。身をよじって手を伸ばしてきた女の顔に確かな見覚えがあった。顔よりもこんな際どい時には声を立てることをしない、妙に普通でない女の所作に記憶があった。湯厚みで一番大きな湯治宿、長次郎が今出てきたばかりの越前屋の下働きをしている小女だ。これは俺の知ってる女だ。話してやんな。しゃらくせえ小僧だ。突然男は一声うなるといきなり女を突き飛ばし、その勢いで長次郎につかみかかってきた。受け止めて親譲りの喧嘩上手らしく
足払いをかけた。そのつもりの足が相手に触れもせず空を蹴って手前から転んでしまったのは集大だった。やはり酒の酔いが回っていたのだろう。目の前いっぱいに男の装甲を崩した馬面が広がり、臭い息が顔を覆った。そして岩尾のように固くて重い男の体重がどっとかぶさってきた時、うろたえながらも長次郎はとっさに男の急所を探っていた。二つ三つ馬乗りの格好で長次郎の顔を殴りつけた男の体が急に硬直して後ろにのけぞり、ついでぐにゃりと柔らくなって長次郎の上にかぶさってきた。その重みをのけて立ち上がると、目を白くつり上げた男の体が丸太のように地面に転がった。とっくに逃げ帰ったものとばかり思っていた。それが雑木林から道に出てみると、そこに待っていて無言で頭を下げたのに長次郎は驚いた。待っているとは思わなかったぜ。喧嘩の済むのをよ。越前屋に送り届けるつもりでさっき来た道を逆に戻りながら、長次郎はそう言ったが、女の気配が遠いのを感じて振り返ってみてまた驚いた。後については来ているが、女は話し声も届かないほど離れて歩いているのだ。待つつもりで立ち止まると、女も立ち止まったので長次郎は苦笑した。あんたはおさいさんと言ったな。おいらを知ってるだろう。越前屋には始終出入りしている長次郎というものだ。おいらあんたのことをよく知ってるぜ。去年の暮れあんたのところで祝い事があった時、あんた歌を歌ったな。いい声だった。めったに聞けない。いい喉だったよ。それであんたの名前を覚えているんだな。それでも近寄ってこようとしない女を長次郎は言葉を切ってじっと見つめた。小柄だが17、8にはなるだろう。目立つほどの美貌ではないが、彫りの深い一重まぶたが人を見上げるとき、ハッとするほど澄んでいるのを、これまで長次郎はたびたび見かけていた。滑らかでむしろ豊かなほどの白い頬、心持ち受け口の小さい唇、全体の印象に子供らしさが濃く残っている。身につけているかすりの合わせが余計にそう見せる。去年の暮れ、越前屋で内々の祝い事があった。病気で2年越し寝ていた若旦那の福之助の病気が治って、その床上げ祝いだった。うち祝いといっても親戚の者から村の主だった顔ぶれまで呼んだので、祝いの座は時が移るにつれて、土地の芸妓も混じってにぎやかなものになっていた。招かれて長次郎も末席にいた。もともと長次郎の家も越前屋と同様古い湯治宿だったという。それが曽祖父の時に潰れて、曽祖父は一階の人形師になった。どこと定まる道を国を持たない旅の人形師が半年ほど滞在し、まだ若かった曽祖父に人形作りの手ほどきをして去った。それ以来人形に疲れた曽祖父は全く家業を捨て去っただけでなく、やがては人を扱う家業を嫌うほどになったので、浜屋といった長次郎の家は自然に錆びれ、宿も人手に渡ってしまったという話である。越前屋と浜屋の付き合いは
湯治宿同士のいわゆる商売仲間の付き合いだけではなかった。曽祖父が厚見人形と名付けた素朴な人形を鶴岡の城下から庄内一円、さらに京大阪まで広く紹介したのが実に越前屋の先々代である。当主の清右衛門と長次郎の死んだ父利助とは分けて心を許し合った付き合いで、長次郎は子供の時から父親の御のお供をして越前屋に出入りしている。福之助とは幼なじみだった。時折は気に入った作りの人形を持参して清右衛門の批評を求めたりもする。由来庄内藩は高額の藩風をもって知られている。そのため町人百姓に至るまで官学あるいは国学に造詣深いものが珍しくない。清右衛門も一階の湯治宿の主でありながら五条家の著名な官学者庄内藩士中台九頭縁と親交があったし、やはり鶴岡の御用達で鈴木重胤に国学を学んでいる広瀬巌とも古い友達である。漢学に明るく相当な歌読みでもある。長次郎の人間についても常に批評は確信をついた言い方をした。芸者衆の歌や手踊りが繰り返され、その夜の祝い事の座がかなり乱れた頃、それまで正面に座ってニコニコ笑っていた福之助が杯を手にして長次郎の前にやってきた。太っていて人並み優れた大きな体だが、もともと色白なのに病み上がりなので余計に青白い。顔も丸く手の指も丸々と肥えているだけにひどく病的な感じがする。痩せぎすでかっちり引き締まった体をしている長次郎とは対照的だった。もうすっかりいいのかい？と長次郎は杯を受けながら言った。どうやらね。福之助は気弱く目をしばたたいて微笑した。だが治ったといっても起きられるようになっただけで、病気と縁が切れたわけではない。福之助の病は老害だった。2年も寝ついたのは今度が初めてだが、それまでもたびたび血を吐いては2日3日と床につくようなことを繰り返している。長次郎より一つ年上の25だが、越前屋の跡継ぎとしてとうに嫁を迎えていなければならない年なのに、それができないのも病気のためだった。この病気は根治するということは難しいものだそうだ。そんなことはあるまい。養生さえよければ治るさ。気長に養生することだ。いやあ、純斎先生がそう言ったのだから間違いないよ。純斎というのは鶴岡の町井だが、庄内一帯に名医の名を謳われて等しい。久しい石川純斎のことだった。福之助は不意に赤い女のように濡れて見える唇を歪めていった。俺にも先をくれよ。いけねえんだろう。体に毒だな。我慢しときな。構うもんか。純斎先生はな、こう言ったんだ。根治は難しい。ただ無理しなければ長生きできないものでもないとな。だったらなおさらのことだ。酒なんざやめときな。あんたは別に働かなきゃならないんでもない。大事にできる身分なんだから、まあ気長に病気と根比べすることだ。まあたくさんだよ。福之助は不意に手を伸ばして長次郎が押さえていた徳利を奪って自分で杯を満たし、一息に喉に流し込んだ。
無茶だな、無茶だぜ、そりゃ福さん。子供の時からだ。福之助は長次郎の手を払いのけていった。細い目がじっと睨むように長次郎に据えられている。その時どっと座敷の中が沸いた。長次郎も福之助も声のした方に顔を上げた。すると、その時茶店や太鼓を抱えた男や女が部屋の中に入ってきたのが見えた。みんなで7人いた。男たちは黒の合わせに白足袋を履き、キリリとした角帯姿だった。3人いる女たちはみっともないほど赤い色が目立つ着物を着て、手にそれぞれ小さい扇子を持っていた。その者たちが末座に目白押しに座ると、座敷の真ん中で清右衛門が口上を述べ始めていた。いずれを見ても珍しくもない土地の姉さんたちの踊りでは退屈だったろう。そう言っていい加減酔いの回った芸妓たちが一斉にふっくれっ面をし、声を上げてみせるのに愛想よく笑いを返してから、折よく旅の芸人さんが滞在しているので歌を一つ楽しんでいただきたいという意味のことを言った。すると軽妙な太鼓の音と三味線が響き渡って、女の中の一人が立った。子供の時からだよ、大事にしろ、乱暴なことをしちゃいけない、おとなしく寝ていなさい。ジロちゃん、仕方がねえやな、あんたは体が弱いんだから。だがもうたくさんだと言うんだ。もう一杯くれよ。大丈夫だよ、水と同じさ、こんなものなあ。これからだってそうだよ、死ぬまでそうだよ。今日は風が強く吹くから寝ていなさい。だあら、若旦那いいんですか。不意につやめいた声がして、おしろいの匂いが濃くにおった。小浜という土地の芸妓だった。湯厚みの感性を好んで、庄内藩の家中の者も来るし、城下の商人たちがここで寄り合いをしたりもする。そのためいつの間にかそうした首席を取り持つ芸妓がいて、置屋ができたというのはかなり古いことになる。小浜は近頃売れっ子と評判の若い芸妓だった。小浜にたしなめられると、福之助の表情は不意に日が陰るようにしぼんだ。気が弱い。その上父に似て、子供の時から関節に親しんできたせいもあって、女との応対を知らない。福之助はそっと杯を伏せた。そういい子ね、お酒はいけないのよ。小浜はまだ20歳ぐらいだろう。それがまるで年下の男をあしらうような唇でなぶってくるのに、福之助は顔を染めてすっと立った。福之助が床の間の前に戻るのをじっと見送ってから、長次郎が言った。酒はいけないか。女はどうだ。あんたには酒よりも女が毒。おや、そうよ、近頃おふさと年頃だって噂よ。ほんと。おふさは小浜とは置き屋が違う。小浜より一つ二つ年上だが、人気を二分する評判の子である。長次郎は酔いのために濡れたように光って絡みついてくる小浜の目を外し、鼻で笑った。気が揉めるこの人。すると噂だけじゃないのね。前後肩寄せて膝を乗り出してきた小浜を手を上げて制して、長次郎は目を上げた。今まで太鼓を打っていた若い女が立ち、すぐに歌い出したのだ。三味線の音に愛情がこもった。不意に長次郎の目が光って、
歌っている女の横顔に吸い付いた。さあ遅くなるぜ。いくらいい月夜だからといってお前さんと一晩突っ立っているわけにもいくめ。歩いたり歩いたり。長次郎がそう言って近寄ると、近寄った距離だけおさいが後ずさりをしたので、長次郎は苦笑いした。そうかと言って長次郎はおさいを眺めやるようにした。女の体全体に警戒する気配が張り詰めている。目は表情を消してじっと長次郎に注がれたままだ。そうか、その方がいい。男なんぞあまり信用しねえ方がいいぜ。いい加減なものだ男ってのは。長次郎はくるりとおさえに背を向けてまた先に立って歩き出した。そうだ、こんな感じだったのだ、歌う時以外は、と長次郎は思った。長次郎は人形師だから人形のようにと言うべきかもしれないが、おさいの印象はもっと強烈だった。石のように黙りこくった感じだった。目にも口にも動くものがなかった。三味線の糸と太鼓のバチの音に誘われて不意にそれが生きる奔放なほどの匠の節回しと美しい喉だった。その時だけおさいは目覚めるようだった。目に光が宿り、頬はうっすらと赤みを帯びるのである。だが歌が終わった時、みるみる鼻のしぼむようにおさいの顔も体も固く伸びやかさを失っていくのを長次郎は見ている。お前の親父さんにしたってそうだぜ。まるっきり信用なんて受けるもんじゃねえ。お前さんを宿寮の方に置いていったって言うじゃねえか。それは本当なのだ。年の初めに挨拶に行った時、長次郎はおさいが他の女中たちと一緒に拭き掃除などをしているのを見て驚いたのだった。正門に正すと正門は困ったような笑い方をして、わしはそうしなくともいいと言ったのだ。ずいぶん歌も聞かせてもらったし、またこちらに来た時いただこう、そう言ったのに、おさいの親父、あれが座頭だが、あれが聞かなんだ。ここでの稼ぎはみんな浜の衆の手慰めに加わって取られた挙句でな、娘を置いていくと言って聞かなかった。もっとも娘と言っても他の者の話じゃ、どこかで拾って育てた子でな、実の子ではないらしいから。正門はそう言って、きっと迎えに来る、それまで頼むと言って言った。口減らしのつもりもあるのだろうと思ってな、使ってやることにした。おさいには結局それが幸せかもしれぬでな、と笑ったが、長次郎にはそうも思えなかった。おとよという越前屋では古い女中にきつい声で叱られて立ち尽くしていたおさいを見てきたばかりだったからだ。なぜかそんなおさいがまるで羽をもがれた小鳥のように哀れに思えた。もっともそのことはじき忘れた。その時だけの心の動きだった。だがお前を忘れたわけでもあるまい。じき引き取りに来るさ。長次郎は元気づけるように言った。一つあれを歌って聞かせねえか。ひでこぶしと言ったな。お前さんの喉で聞いておいらしんとしたぜ。この時後ろで声がした。長次郎おさいが笑ったのかと思った。ほんとだぜ、なんとなく悲しくなるような。言いかけて振り返った長次郎は川岸にうずくまったおさいが声をしのんで泣いているのを見た。
小さく丸めた肩が哀れだった。どうしたい、おいら悪いこと言ったか。そうか、気がつかねえことをしちゃったな。すっかり思い出させてしまったな。長次郎は用心しながら近づいた。おさえが顔を上げたら素早く離れるつもりだった。勘弁してくんな。ちっとでも悪気があったわけじゃない。お前があんまり黙っているから。長次郎おさえのそばに立った。若い女らしい匂いがほのかにした。それでついあれこれお前のことをしゃべっちまったよ。気に障ったら勘弁してくれな。不意に抑えがたもとで顔を覆うと声を絞って泣き出した。背を丸め肩を絞って身も世もないといった泣き方が長次郎の胸を突然締め付けた。泣きなさんな、ええー、わけ娘がそんなに豪勢に泣くんじゃねえやな。そうか、一人ぼっちで残されて心細い思いをしてるもんな。心配するな、じき迎えに来るわな。長次郎は誘われて自分も胸を詰まらせながらしゃがんでおさえの肩を撫でた。おさえが振り払ったらすぐに飛びのく構えになっていた。女の体の温かみが手のひらに伝わってきた。おさえは抗わなかった。やがて泣き止んで静かに鼻をかんだが、そのまま呆然と月にきらめいて流れている川も見つめながら動かなかった。それはやはり羽をもがれた小鳥が遠い空を見ているように小さく孤独な姿に見えた。岩積は川幅は広いが浅い渥美川の両岸にコブのように取り付いた峡谷の村である。その谷間の村を秋風が吹き抜けるようになっても誰もおさいを迎えに来なかった。古い軒を並べる温泉宿にのしかかるように迫ってきている絶壁の上に霧や漆やハゼが血の色を滴らせ始めた。夏の間城下から涼を求めて集まってきた人々の姿もいつの間にか消えたようにいなくなり、村は急に寂しくなった。それは元に帰ったようにも見えたが、それよりも何かを失ったようにも見えた。新しく作り上げた人形をもう一度白い布に包んで懐に押し込むと、長次郎は無言で清右衛門の部屋を出た。その背に部屋の中からもう一工夫してみなさい、焦ることはないよと清右衛門が声をかけたが、長次郎は振り向かなかった。絶望が胸をうつろにしていた。渥美人形は素朴な形と荒い肌をしている。あまりに素朴であるために目鼻も分別できないほどだった。旅の人形師が残したその形を曽祖父は、そして祖父も父も疑わないで踏襲してきた。だが俺は違うと長次郎は思う。曽祖父が旅の人形師からその人形を示された時、そこにはやはり感動があったのだろう。家業を捨てて粘土をこねる技に打ち込むほどの感動が。そのことを長次郎は理解できた。曽祖父から父の利助まで三代の人形が狭い家の奥座敷に眠っている。荒削りだが力感がみなぎっている曽祖父の人形。曽祖父の人形から角張ったところをことごとく切り捨てて、まるで一階のデイドがうずくまっているように単純さを極め尽くしてしまった祖父も、
非凡な人形師だったと思う。酒飲みで勝負事が好きで、金が入ればしがみついてくる母を蹴倒しても芸者通いに走った父の利助だが、長次郎は父が残した人形ほど端正で気品あふれる作品を見たことがない。人の心を温める素朴さと人の心を洗うすがすがしさがその中に同居していた。父は集め人形を完成したのだと長次郎は思う。それでも俺は違うと思ったのはいつ頃からだろうか。暗い奥座敷で三代の人形のさまざまの死体に向き合っているうちに、不意に長次郎を襲った衝動は、目鼻もおぼろな人形の群れの無表情の底から目や口や鼻を掘り起こしてみたいという願望だった。沈黙を続けるその口を開かせ、眠ったままの目に光を与え、ささやきや黒目を与えたい。しかも厚み人形の素朴さを失わない人形が作れないか。そう思った時、長次郎は向き合っている人形の群れがこの時一斉にざわめいたような異様な気配に打たれたのだった。清右衛門は長次郎の着想を注意深く聞き取った後で、面白いと言った。だがそれには利助藩の人形を超えなければ有用な策はできまいとも付け加えた。今夜もそうだった。精魂込めたつもりだったが、正門ははっきり眉を潜めたのだ。目も口も鼻もあるが、これは目鼻がついているだけに過ぎないよ、長次郎。目は開いているが何も見ていない。口もあかんとしているが物言えずだな。それから土を下ろす調子で厳しい声で付け加えた。要するに魂が入っていないよ。憂いもなく笑いもない。目鼻が半然としない。大王子の人形にさえ全身に笑いがあり、憂いがあったではないかとも言った。今夜は小浜のところにでも茂込むか。懐にある人形はすると人形でも何でもないデクに過ぎないのだ。外に出て地面に叩きつけたらさぞせいせいするだろう。長次郎がその捨て鉢な気持ちをかきたてた時、出ようとした裏木戸の横手納屋の陰に人の争う声を聞いた。ないだろう、なんだったら親父に話してお前を嫁にしてもらうな、いうことを聞いてって。それに答える女の声はなかった。ただ泣き声ともうめき声とも聞こえるかすかな声と必死にもみ合う気配だけだがした。またおさいだと長次郎は思った。その直感に狂いはないと思った。すると急に胸の中に膨れ上がったのはおさいへの怒りだった。その怒りの理不尽さに長次郎は気づいていない。ただだから言わないことじゃない、そういう腹立たしさが頭がいっぱいになっている。男の声はもちろん若旦那の福之助だ。それを長次郎は当から分かっていた気がした。越前屋に行くと時々おさいと顔を合わせた。長次郎を見るとさすがに目で挨拶だけはする。だがおさいの表情には相変わらず相変わらずほとんど動くものがなかった。人にせがまれてもついぞ得意の喉を聞かせた試しもないとも聞いた。羽をもがれ歌うことを忘れた小鳥のように見えた。
そんなおさいを長次郎は遠くから眺め、しかも次第に体にも白い頬にも女らしい美しい膨らみが加わっていくのを危ぶむ気持ちで見ていたのだ。だが長次郎はそれを遠くから見ているしかない。おさいが男というよりも誰をも信じていないことは明らかだった。浜の男の手から長次郎に助け出されたことなど、おさいは全く心に留めていないように見える。長次郎を見る目にも特別の感情は見られない。むしろ警戒の色さえあった。秋の日の暮れはせわしない。日が落ちて間がないというのに、あたりは闇に近かった。のっそり立ちはだかった人影を見て、福之助はおさいから身を離し怯えた声になった。お前は誰だ、何の用だ。用があるなら表の方に回ってくれ。若旦那、長次郎は冷たい声で言った。やめた方がいいよ、無理はいけねえや。長次郎か。そう言ったが、ほっとした気配は隠せなかった。よしな、かわいそうに怯えてるじゃないか。お前の説教なら聞く耳持たないね。福之助は乾いた笑い声を上げた。笑い声の中に苛立たしさとふてぶてしい感じがあった。まだおさいの手を離していない。おさいはといえば必死に逃れようとして力比べでもするように力んでいるくせに、やはり助けてくれとも何とも言わないのだ。よしなってんだよ。つい邪険に福之助の胸を拳でついたのは、福之助に対する怒りよりもほとんど固くななまでに人を受け入れようとしないおさいを忌々しく思う気持ちが先だった。息を飲んだような短い叫び声を出して、福之助はおさいの手を離し、自分の胸をかばうように抱いた。長次郎、呼んだ声がすっかり変わっていた。ぜいぜいと喉をあえがせて福之助が言った。おめえ俺の病気を承知で手を出したな。だからやめろと言ったんだ。ちくしょう。子供が泣きわめくような甲高い声を出して、福之助はいきなり長次郎にむしゃぶりついてきた。あぶねえ、よしなよ、つまんねえ。長次郎は軽くあしらうつもりで福之助の拳を避けたが、たちまち胸ぐらを取られ、途方もない力で二つ三つ頭を殴られた。相手は病人だと油断があったのだが、福之助は大男の不部類にも入るし、それに相応した馬鹿力があった。ぐいぐいと押されて納屋の羽目板に押し付けられた時、長次郎おさいの短い叫び声を聞いた。逆上した福之助がそばに積んであった薪を一本握りしめたのだった。あぶねえ。一撃を かろうじてかわした。が避けきれなくて二度目に振り下ろされた薪雑把をまともに肩口に食らったとき、長次郎は痛みと同時に恐怖を感じ、力いっぱい相手を押しのけた。そしてそれが壁のように動かないのを知ると、渾身の力を込めて肩で相手を跳ね飛ばしていた。意外にもろく福之助の体が地面に崩れ落ちたのを見て、長次郎は我に返った。大丈夫か。覗き込んだ長次郎の顔に不意に生ぬるいしぶきがかかった。福之助は一度大きく息を吸い込むようにして、それからごぼごぼと音を立てて血を吐いた。吐いた血にむせんで咳き込むと、それが次の吐血を誘った。おい、しっかりしろよ、おい。長次郎はおろおろと呼びかけた。吐血はやがてやんだが、福之助は横たわったまま虫の息だった。時折大きく
喉に痰の音を響かせるのが不気味だった。しゃがんで福之助の背を撫でている長次郎の肩に後からおさいがすがった。その手が震えているのが長次郎におさいへの怒りを思い出させた。お前は引っ込んでな、知らんふりをして戻っているんだな、思わず冷たい声になった。それでもおさいの手が離れずしくしく泣き始めたのを知ると、かえって長次郎の怒りが爆発した。今頃泣いても始まらねえぜ、お前が悪いんだ、お前が男に隙を見せるからこういう始末になるんだ。いいよ、後始末は俺がする、さっさと帰んな。不意におさいの両手が長次郎の両肩に力を込めてしがみつき、背にぴったりと顔を伏せてきた。女の生温かい息と涙が長次郎の背中を湿らせた。その格好でおさいは涙声で何か言った。何？え？帰れない？帰れないと言ったのか？長次郎は片手で福之助の手にわずかに温かみが返ってくるのを測りながら、まるで無理に押し出したようにぽつりと漏らしたおさいの一言に胸をつかれていた。それは次第に大きな感動にまで広がっていくようだった。長次郎がおさいが話す言葉を初めて聞いたのだった。それは遠いところにある闇に不意に小さな光が生まれ、それがこっちの闇に届いたように感じられた。水もやきに現れるということがあるのだろうか、それとも空気が長命なためだろうか。朝の谷川の水は冷えさえざえと澄んで小さな渦や波紋を踊らせ、その底の緑台をまとう石やデイドの色を明らかに見せている。雪解けの泡や濁り水が流れ下った後の谷川はとりわけ水が澄む。その季節特に朝が良いと教えた父の言葉を守って、長次郎は暗いうちに登り渥美川の上流に粘土を探しに来たのだった。水目の草の下にも川底にも粘土は青白い肌を隠して眠っていた。掘り起こし指先に揉んでみる。結果は満足して良いものだった。かなり大量の粘土の層をいく箇所か見つけることができた。まだじっとりと露を含んでいるフキの葉をもぎ取り、採取したやつ幾種類かの粘土をそれでくるんだ。腰に下げた竹籠の中に入れると、長次郎は山を降りにかかった。集まって渥美川となる幾筋かの渓流、それを一本一本探って良質の粘土層を探すのは春先の仕事だった。奈良の枝頭が白っぽく膨らんで、朝の日の光に柔らかに生えているのは日の目の季節が近いのだった。まだ裸のエゴやカエデの枝にも筆先でついたほどのほのかな紅色が宿っている。聞き分けがたい小鳥の声がひっきりなしに雑木林の中でし、不意に降りていく頭上でウグイスやコマドリがほとばしるように鳴いたりした。雑木の中にはまだところどころ残雪が目立つ。だがそのすぐそばには土葵が小さく黄色い花を掲げている。渓流のそばを木にすがっており、細い道のあるところまで下ると、長次郎の足は自然に速くなった。母もおさいもまだ眠っているうちに家を抜け出してきたのだ。昨夜のことがあった今朝もおさいはいつものように水屋でひっそりとかまどの火を燃やしたのだろうか。
不意に長次郎はそう思った。そう思ったことで心は急に荒々しく高ぶってくるのだった。初めて昨夜おさいとちぎった。ちぎった後で長次郎はそれが一番自然なのだと思ったが、その確信は今も変わらなかった。福之助とのことがあってから、その夜からおさいは長次郎の家に住み着いてしまった。幸いに福之助は間もなく回復したし、事情を知っている清右衛門からも再三越前屋に戻るように言ってきたが、おさいにその話をすると、言われた時に顔を曇らせるだけで、おさいはもう越前屋に帰ることを忘れてしまったようだった。一日中一緒にいて、わずかな畑仕事を手伝ったり、夜は縫い物を習ったりしながら、全く言葉らしいものを口に出さないおさいを長次郎の母もさすがに驚いたらしかった。この子は推しかいなどと言っていたが、夫の利助や祖父の常吉のような変わり者を扱い慣れてきたせいもあり、じきにそんなおさいにも慣れてしまったようだった。言ったことは素直にテキパキとやるのが結構重宝でもあり、息子の長次郎がおさいを引き取ってから何を思ったか、ぷっつりと夜遊びをやめたのも母親はひどく気に入っているらしい。こうしておさいは長次郎の家で冬を越した。この頃は庭に気づいた釜の火加減まで分かるようになっている。時期が来たまでだと長次郎はもう。初めておさいを見た時、長次郎の心を打ったおさいの無表情は、いわば厚み人形のおぼろな表情に似ていたのだろう。その表情のない顔に俺は笑いや悲しみを刻みたかったのだと長次郎は思った。彼はひでこぶしを取った時のほとんど華やかにさえ見えた女の顔を忘れてはいない。昨日の夕方のことだ。おさいに手伝わせて釜の火加減を見ている中に、偶然にお互いの指が触れ合った。一度やけどでもしたように手を引っ込めたおさいだったが、長次郎がゆっくり差し伸べた手の中に今度は我から身を投げてきたのだった。夜寝床に忍んだ長次郎おさいは拒まなかった。白桃の肌がそこに横たわっていた。恐れと羞恥に交互に心を苛まれながら、おさいはほとんど痛々しいほど努力して男のために体を開こうとするのだった。おさいは処女だった。長次郎はほとんど駆けるようにして急な道を下りながら、そのことを思い出し感動に胸が高ぶるのを覚えた。新しい暮らしがおさいに言葉や笑いを与えるだろう、そう思い一時も早くおさいの顔を見たい気持ちになっていた。家の前まで来た時、長次郎は母のお陸が生垣の門口に立っているのを見た。そばにおさいの姿はない。不吉な予感が長次郎の胸をみるみる暗くした。おさいは行っちゃったよ。おさいの父親だという人が来てのう、お前が帰るまで待ってくれと言うのに連れて行ってしもうた。あたしゃあもうわけがわからない。もう時以上も前だという。だが女連れの足だ。追いつけるだろう。長次郎は息を切らして、厚み川の岸の道を浜厚みの方に必死にかけた。忘れていた。すっかり忘れていた。長次郎は頭の中がまるで壊れてしまったように、そのことばかりあえぐように考え続けながら走った。おさいの父、必ず取りに来ると言い残しておさいを越前屋に置いていった男のことを今の今まですっかり忘れていたのだ。
忘れていたのはそれだけではなかった。何も言うもんかね、また歌うんだと言われただけで、私に黙って頭を下げたきり出て行ったよ。妙な子だよやっぱり。とお陸は問いただす長次郎に答えた。歌うのだと言われた時、顔が急にパーッと輝いたように見えたとも言った。その言葉、長次郎の胸を一度に暗くした。おさいは俺をどう思っていたのだ。昨夜のおさいは一体どういうことなの。熟した果実が落ちるように自然に結ばれたのだと思った。越前屋から移ってきてからおさいをじっと見つめてきたはずだった。表情の乏しい顔に時々ひらめくように現れる安らぎも見逃さなかったはずだ。家族のように扱ってきたのだ。とりわけ大事にもせず、しかし十分に慈しんできたはずだ。そのことごとくがすべて徒労だったのか。後ろから、おいと呼ばれた。おい人形よ。もう一度呼ばれて長次郎は立ち止まり、手につかんだ手ぬぐいで目にしみる汗を拭った。いつの間にか浜厚みの村を駆け抜けていた。昼近い日に白く乾いた砂と穏やかな青い海が目の前にあった。俺を忘れたかと前に回って立ちふさがった男がいた。手に貝を握りしめている。ひげだらけの馬面が、ほくそ笑むような笑い方をした。おさいを手ごめにしようとして、長次郎に急所をつかまれた男だ。明るい日光の下で見ると、あの時の感じよりも、だいぶ若い男だということが分かった。忘れはしないが、今忙しい。忙しい？男はせせら笑った。こっちは忙しくねえぞ。お礼をしてやるからそう思え。いきなり長大な貝がうなるほどの勢いで足を払いに来た。本気なのだった。長次郎の全身に冷や汗がどっと吹き出した。待ちな、またね、後で相手になる。今は見逃してくれや。やかましいや。また貝がうなった。危うく避けると足元の砂を払った貝が煙のように砂を巻き上げた。猶予ならなかった。長次郎はその貝に飛びつくと砂を蹴散らしてそれの奪い合いになった。人家からはかなり離れている。誰も止める者も見当たらなかった。揉み合う二人の力で古い貝が二つに折れた貝で殴り合いが続き、やがて取っ組み合いになった。体が違った。それに砂の上の喧嘩では相手の方が一枚上だった。長次郎は組み伏せられ、馬乗りになった男が固めた拳を打ち下ろした。防ぎきれずにまともに拳を受け浴びた。どっと流れ出した鼻血が耳まで滴り落ちるのを感じながら、長次郎は観念した。あの時と同じ格好だなあ、そう思った。そう思ったことでこんな際にもふっとおかしさがこみ上げたが、目の前が急に暗くなって、長次郎はそのまま伸びてしまった。最上川の川口に近い渡し場に長次郎がたどり着いたとき、広い河口にそのまま続く海の沖に巨大な夕日が沈むところだった。真っ赤なふわふわと頼りない感じの夕日は、見慣れている普段のお天道様の何倍もあって、妖怪じみて見えた。どうしたね、その格好は。五重絡みの塩焼けで真っ黒の顔をしている渡し船の船頭は長次郎を見ると、仰天して声をかけた。その声に小屋の中で乗り合いを待っていた客が四五人外に出てきたが、これも長次郎を見ると驚きの声を上げた。晴れ塞がった重いまぶたの下から長次郎はその一人一人を見つめたが、
18区のかすりの着物を着た女と背の低いこんなと手で示して猫背の親父の二人連れを見なかったかい。親父は三味線を持ってたはずだ。見たよ、と船頭が言った。長次郎は急にめまいがした。やはりここを通ったのだ。あんたの船で向こうに渡ったんだな。そうだ。だがそれは昼過ぎのことだぜ、若い衆。それに二人連れじゃなかったね。何？おおさ、10人ぐらいはいたな。三味線、太鼓、金を抱えた芸人衆がな。渡ったよ。そん中にお前さんの言う二人も混じってたようだ。確かに。もう秋田の方まであらまし行っただろうよ。松前に行くとかで、えらく忙しそうにしていたから。松前？蝦夷か。長次郎は呆然と目の前に広がる川面を見つめた。おさいはこの川を越えていったのだ。松前という途方もない遠くに。それよりお前さん手当てしてやるからこっちへ入るといい。何事があったか知らないが大層な血だの。長次郎は重く垂れ下がってくるまぶたを無理に押し開けて川を眺めた。向こう岸もおぼろなほど広い川である。緩慢な流れの上をむしろ棒を立てた荷船が2艘ゆっくりと河口に向こうのが見えた。その方をかすめて海鳥が飛び白い腹を返してまた帆の周りに戻ってくる。帆も水も鳥も次第に赤く染まり始めていた。長次郎は石のように立ち尽くした。そうしているとおさいがもう手の届かないところに去ったことがよく分かった。耐え難い激痛が全身を火が燃え上がったように貫き、長次郎はこらえきれずに低くうめくと砂地に膝をついてうずくまった。母が寝部屋に引き上げたのを機に長次郎は仕事場に戻った。行灯に火を入れるという沢木雄に見せるために並べた新しい人形が一斉に目を上げて長次郎を見たように思った。おさいが突然姿を消してからあらまし3年の月日が経っていた。今度はお前が推しになったかと母に言われるほど口数も少なく、ただ新しい厚み人形を作るのに打ち込んだ。今長次郎はほの暗い灯火の下で人形の無数の視線を感じている。厚み人形は目を開いたようだった。越前屋に持っていた時、清右衛門は長い時をかけてじっくりと見た後でできたなぁと言った。それから小首をかしげて、だがみんながみんなどうしてこう憂い顔をしているのだと言い、目を上げて問いただす面持ちになった。長次郎は答えないで微笑しているのを不審そうに見たが、せっかくの人形だがこの妙な表情は気になる。まだ売りに出すべきではないだろうと言った。足もそう思っています。長次郎はそう言ったが、清門はやはり沢木雄に知らせてやったらしい。一日も早く新しい人形を見せたかったのだろう。沢木雄は鶴岡城下の人形問屋である。祖父の代から厚み人形を一手に引き受けて売りさばいてきた。徳兵衛という沢木雄の主人は家に入るとすぐ、新しいのができたというじゃありませんか。どうしてもっと早く知らせてくださらなかったんです。とまず恨みを述べた。そして茶を飲む間も惜しいように自分から先立って仕事場に入り見せてくれと言った。長い時間徳兵衛は新しい人形の前に座り、
夕方仕事場にお陸が明かりを入れに来たのを見て、初めて未練そうに腰を上げたのだった。できている分だけそっくりいただいていくと徳兵衛は言ったが、長次郎はもう一工夫しなければならないからと断った。仕事場の低い杉皮吹きの屋根に雨の音がした。夕方沢木が帰る頃から曇り始めた空がいよいよ雨になったらしかった。雨の音に混じって庭先でせわしなく鳴く虫の声がする。肌寒いような秋の夜だった。長次郎は仕事台の前にあぐらをかくと、そこに置いてある一塊の粘土に目を当てた。一塊のその土くれはすでに長次郎の目の奥にひっそりと形を整えて立ち上がっている。すぐに手を伸ばした。指が敏速に土切れを押し、もぎ取り、撫でる。竹べらを取ったとき、長次郎は不意に、うろ覚えのひでこぶしを口にしていた。18の下駄のなどこで買ったの、この日でこな。ひでこというのは春先山腹に燃え出る山菜である。しょでことも言う。姿も食べた味も地味な草だった。どこで買ったなぁと続けたが、長次郎はその先を忘れてしまっていた。その文句がいつの間にか初めの文句に変えているのに気づかない。目に光が加わり、指の動きが慎重になった。どれぐらいの時が経ったろう、長次郎仕事場とは反対になっている入り口の戸を叩く激しい音に目が覚めたように背を伸ばした。行灯をそのまま持って出て行き、土間に降りると、誰だと言った。答えはなく、戸外に風を交えた激しい雨の音だけがした。もう一度声をかけようとして、不意に長次郎の顔色が変わった。しんばり棒を外す手が震えて、外れた棒が土間に乾いた音を立てた。どっと吹き込む雨風と一緒に、頭から水をかぶったようにぐしょ濡れになったおさいが入ってき、長次郎を見ると血の気を失った唇にわずかな笑いを刻んだ。おさい。長次郎が叫んだ時、おさいの体は重心を失ったようにゆらりと長次郎の胸に倒れ込んできた。三日目の朝である。長次郎はおさいを寝かせてある座敷に仕事板を持ち込んで人形に目を入れていた。眩しい朝の光が縁側から座敷の中に差し込んでいる。小鳥の声が騒々しいほどだった。昨日一日おさいはこんこんと眠り続けた。今度ほど長次郎は母をありがたいと思ったことはない。少しも慌てないで高い熱を出しているおさいをテキパキと看病した。昨夜はそれまで一睡もしていない長次郎に代わって起きていてくれた。夕べも遅くおさいを目覚めてかゆを食べたということだった。もう熱が下がったから大丈夫だよ、お陸はそう言って朝の食事の支度を終えてから寝部屋に入っていった。一眠りするつもりらしかった。時折長次郎は縁側から寝ているおさいを振り返ってみた。呼吸は穏やかだったし、頬にも赤みがさしてきていた。その頬のやつれているのが哀れだった。どこでどう暮らしてきたものかと思う。しかしおさいがここ
帰るところと思い定めて戻ってきたことで、長次郎は満足していた。どこでかったの希望しな。生乾きの粘土でしかない人形に目鼻を入れながら、長次郎は心が明るく弾むのを感じ、小さい声で歌った。稚語を取る。不意に後ろで美しい澄んだ声がした。長次郎は振り返った。床の上に織具の浴衣を着せられて、きちっと膝を揃えたおさいが座って、長次郎をまっすぐに見つめている。その目が生き生きと輝き、唇には羞恥を含んだ笑いが刻まれ、血の色を取り戻した頬には長次郎が見たこともないえくぼが刻まれている。おさい、歌が稚語を取る。おさい、推しのようになったのは今度は長次郎の方だった。激しい感動が長い間言葉を失って、おさいを見つめたが、ようやく、お前よく帰ってきたなと言った。おさいが伸べてきた手を長次郎はしっかりと握り、それから肩を抱いた。不意に長次郎の目に涙があふれ、それは恥ずかしいほど頬を濡らした。